皆様こんにちは、バイオリン講師の藤原のぞみです。今日はどうしても弾けない曲にぶち当たった時にどうしたらいいかっていう話をちょっとしていこうかなと思います。私も本当に今まで本当小さい頃からもうどうしても弾けないっていうような曲いっぱいあって、少しずつ克服していったわけなんですけれども、一番思い出に残ってるのが14歳の時にエルンストの夏の名残のバラっていう曲なんですけど、日本では庭のちぐさの歌で親しまれてるメロディーを変奏曲にした曲なんですけども、後でちょっとリンク貼っときます。初め聞いたのがチャイコフスキーコンクールだったかなに行った時にお兄さんたちがなんか弾いてたんですよね。でそれがすごくかっこいいなと思って、自分も弾きたいって無謀にも思って、でトライしてみたわけなんですけども、楽譜買って弾きながらピチカートしたりとか、そういう超絶技巧がたくさん繰り広げられる曲なんですけども、それがもう本当にできないなっていう風になっちゃって、で、まあ、しばらくして一回挫折しましたよね。で一回挫折して、で1年ぐらい間空いて、でふと後藤みどりさんのカーネギーホールのリサイタルの CD を聞いて、その時にあやっぱりもうどうしても弾きたいなって思ったんですよね。でそのどうしても弾きたいと思って一回この挫折して、でもある程度ですね、途中まで譜読みしてたりとかしたので、少しできたわけです。でなんかなんだかんだそうやってちょっとずつやっていってるうちに出来上がったっていう話なんですけども、その間にも2回ぐらいプラスで挫折があったと思います。もうちょっと自分には無理だって言って数ヶ月経って、でまたやるみたいな感じだったと思います。で結局2年がかりぐらいでできたわけなんですけども、その間にも他の曲とかもいろいろもちろん練習したりとか、他の曲でコンクール受けたりとかいっぱいしてたわけなんですけど、もうその夏の名残のバラどうしても難しいんだけど弾きたいっていう気持ちがあったので何回かに分けて仕上げました。他の曲でもそうなんですけど、もう一気に全部やろうとするともう絶対無理だし、もうその曲だけの1年になっちゃったりとか、もうひどい時にはもうそれぐらいになっちゃって、精神的にももうわーってなっちゃうんで、好きだったはずの曲が、なんかもうやるのがもう義務みたいな感じになってやりたくなくなっちゃったりすることがあるので、もうすごく憧れていて弾きたいなって思ってる曲はもう少しずつ仕上げていくのがいいかなっていうふうに思います。もうできないってなったら一回こういい意味の挫折があってもいいと思います。でまたやっぱりこれ弾きたいなって必ず思うと思うので、そしたらまたそこでチャレンジして、それでおすすめなのは、挫折の仕方なんですけど、初めからこう弾いていって、1ページ目まではとりあえずできた、じゃあ次この挫折終わったら次の時には2ページ目からやりますとかじゃなくて、もう大体ちょっとかいつまんで、弾けそうなところだけやっとくんですよね。それで曲全部最後まで一応見て、弾けないところだけちょっともうここダメって言って、もう丸つけて星印書いて、でここダメなポイントを残しとくんですよね。それで自分が弾けるなっていうところだけとりあえずひとまずやっとくんですよね。それがまず第一段階で、で次またトライするって時には、その星印のところを少し一体どんな風な構造になってるのかなっていう風にトライしていくわけですよね。そして3度目とか4度目とかこう繰り返していくうちに、そこの星印のところを少しずつ、滑らかに弾けるように練習していくというような風な段階ですね。だからもうほんと色を一番薄い色を塗って、でこういうのをこうやってちょっとずつ重ねていくみたいな、絵を描くみたいな感じにして練習していったらいいんじゃないかなと思います。どんな曲もどんな曲でも自分が
聞きたいと思ったらトライしてみるといいと思います。っていうのが、まあ、それでじゃあその3ヶ月後必ず本番がありますってなったらもう確実に弾ける曲をやんなきゃダメですけども、やっぱそれだけでやっていくと本当に自分の憧れの曲とかそれに手つかずになっちゃうので、それもやりつつ、もし本番がある場合それもやりつつずっと長い目でこれは一生のうちに弾けるようになりたいなっていう曲があったら、それを今みたいにして絵を描くようにちょっとずつちょっとずつ層を厚くしていって弾けるようになっていったらいいかなと思います。何もその曲で発表、何もその曲で発表会出なきゃいけないとかコンクール出なきゃいけないとかそういうのはまあ、うまくいったらそれで出るぐらいな感じでいいと思いますし、自分の安心安全な曲だけじゃなくてトライしていったらいいかなと思いますので、絶対弾けないなっていう曲でもちょっとずつ頑張ってやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったなと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルでは私のライフスタイルに関する動画を扱っています。動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。